おはようございます。皆さんこんにちは、アコです。アコ、とりあえずは依頼をガンガンこなしていこうぜ。依頼を受けたらそのダンジョンに行ってポケモンたちの悩みを解決しよう。了解。ということで本日もポケモン不思議のダンジョン救助隊デラックス進めていきたいと思います。ポストの中は空っぽ。受けた依頼がね結構あるんですけど、小さな森での依頼の他にこのね電磁波の洞窟の依頼が3つあるんですよ。で、話題の小瓶がたくさん必要だっていう依頼が1つ、で、ダンジョンでヒマナッツが待ってるから連れてってっていうポチエナの依頼で、あとはこれだね、喧嘩が苦手だからニドランメスを助けてほしいっていう、この3つの依頼をこなしていこうかなと思っているんですが、その前にちょっと他にも依頼ないか確認して聞こえようかな。掲示板を。どれどれ。掲示板には依頼ないですね。じゃあ、電磁波の洞窟の方で依頼をガンガンこなしていきます。レベル上げも兼ねてね、やっていきたいと思います。ところでここって何があるんだろう。ダンジョンこっちじゃないよって言われちゃった。じゃあ行ってみますか。じゃあ、電磁波の洞窟が今なんかポイントがたくさんもらえるっぽいので、やっていきたいと思います。それでは行きましょう。電磁波の洞窟へ、レッツゴー。さあ、依頼主のポチエナが一緒にいる。依頼主のポチエナを守りつつ、やっていきたいと思います。電光石火食らっちゃった。食らえ、水でポー！水でポー！イエス、ナイス。ちょっと久しぶりなんで、ぼちぼち進めながら、PP リカバーゲット。お、PP リカバーゲットからのお金を大量にゲット。さあ、階段に入っていきましょうか。バトルフロア2、バトルフロアじゃないか。あ、ケムッソの話題の小瓶があるフロアへ到着した。話題の小瓶をまず、集めていかなきゃいけないんだよね。話題の小瓶を見つけた。よし、依頼達成。さあ、ケムッソの依頼はこれで達成しました。で、ダンジョンからはまだ出ません。ナイス、種爆弾。強い。さあ、そのまま進めていきましょう。睡眠の種もゲットして。これはなんだ？ゴローンの石か。ゴローンの石いいね。あ、後ろから来てる。ナイス、種爆弾。強い。よしよし。行きましょう。これが、お金で、あれ、このフロアまだなんかあったよな。依頼。ちょっと確認するか。依頼を。依頼。これだね。受けた依頼。あ、3階ですね。次3階。じゃあ、そのまま階段の方に行きましょう。さあ、先へ進みます。さあ、電磁波の洞窟3階。さあ、ヒマナッツがいるフロアに到着しました。ポチエナを連れて行きましょう。いい感じにサクサク進めてるのではないか。水鉄砲！あ、ミスった。泥爆弾！あれ、ミスった。やばいやばい。泥爆弾！よし、効果抜群。お、レベル上がった。いいね。白菜が8レベルに上がりました。嬉しいな、レベルアップだ。さあ、依頼されたポケモンが見つかりました。よいしょ。ちょ。これで OK じゃないかな。よし。ヒマナッツとポチエナが会うことができました。いい感じだね。めちゃくちゃ救助してんじゃないか、俺。どうもありがとう。さあ、救助隊バッジを探すことでヒマナッツとポチエナがワープしますと。さあ、まだ依頼が残ってるんで進めていきましょう。さあ、不思議な床で、まずは体力というか、ステータスを元に戻して、で、不思議な床がちょっと後ろから来ている敵に気が逸れているが、大丈夫か？見つけた、リンゴをゲット。さあ、階段に向かっていく最中でエレキッドに見つかったので、泥爆弾で倒していくと。完璧。さあ、階段に向かっていきましょう。階段の方からなんか敵が一人来てますね。ビリリーダーマ。ビリリーダーマを、倒したいけど、ちょっと待って、こうか。よし、水鉄砲。完璧。よし、行きましょう。さあ、階段に乗って、次のフロアへ進めます。さあ、電磁波の洞窟4階、ニドランメスがいるフロアへ到着しました。さあ、ニドランメスをね、助けに行きましょう。まずはお金を集めつつ、
なんか青色の光がある。あ、あれがニドランかな。さあ、鳴き声でちょっとやられたが。さあ、泥かけで効果発現。オッケー。お金ゲット。で、ちょっと、直してからのニドランさん。依頼で探していたミニドランメスを発見したと。依頼達成。いい感じじゃないか。ありがとう。あとでペリッパ連絡所まで来てくださいね。さあ、救助隊バッジによってニドランメスが回収されました。さあ、もうダンジョンでね、やることないので、帰りたいと思います。ダンジョンから脱出。依頼達成。アコーは電磁波の洞窟の依頼を見事に達成させた。話題の小瓶を取ってきてくれてありがとう。これはお礼です。PP マックス目移りメガネ PP マックスをゲットしました。暇の角のところまで連れてってくれてありがとう。ところでこれはお礼だわん。はい、復活の種ゲットしました。いいね。なかなかいい感じなのでは。助けてくれてありがとう。これはお礼です。モモンの実と本気チケット A。ナイス。本気チケットは嬉しいね。シンプルに。今日は頑張ったな。ひとまず帰って休もうぜ。じゃあまた明日。オッケー。夢だ。また、夢を見てるのかな。またあの人だ。ん？なんか、語りかけてきているような。うまく聞き取れない。なんて言ってるんだろう。おや、揺れてる？地震かな？うわ、あ、かなり激しくなってきた。夢にしちゃ随分リアルな感じだけど。次の朝。ああ、よく寝た。もし？誰や？ディグダか、もしかして。もしもし、アコさんですよね。絶対ディグダだろ。地面から出てくるだろ、お前。あ、もしかして姿が見えない。これはどうも失礼しました。いやー、ダグトリオだった。はじめまして、私たち、ダグトリオと申します。実は昨日の夜地震があった後、私たちの子供のディグダが襲われまして、ディグダが襲われた。高い山の頂上に連れ去られたんです。そんなとこ私たちはとても登ってはいけないし、ですのでここは一つアコーさんにお願いしたいというわけなんです。ディグダをさらったのはエアームドっていうポケモンです。とても凶悪なやつなんで気をつけてください。何卒よろしくお願いします。では。おう。エアームと倒せってことか。突然だったんで断る暇がなかった。でもディグダがさらわれたというのは気になるな。行ってくるか。ディグダがさらわれちゃったか。お、不思議種だ。ごめん、白菜だ。おはよう、アコ。おはよう。今さっき救助を頼まれたって？そうです。うわ、びっくりした。私たちの子供ディグダがさらわれたんです。場所は鋼山の頂上です。何卒よろしくお願いします。では。なんやこいつら。なるほど。ディグダって、ここでトンネル遊びしてたポケモンだよな。それがさらわれたというのは確かに気になるし、行ってくるか。そうだね。依頼は、来てなさげ？ポストに何も入ってないんだって。時間的にはね、鋼山に行くにはちょっと、ね、掲示板にも、あ、結構来てますね。電磁波の洞窟の依頼がめっちゃ来てる。とりあえずじゃあ電磁波の依頼受けといて、今回はもう一回サブミッション、サブクエを進めていこうかなって思います。はい。では、そのまま進めていこう。鋼山へ行けるようになりました。電磁波の洞窟でお金がたくさんもらえるから電磁波の洞窟も一回行きますね。さあ行くぞ。あ、荷物の整理するの忘れてた。まあいいか。さあ進めていきましょう。見て回りましょう。さ
最近ね、環境保護のお仕事をいくつかいただくようになりまして、近々の話なんですけれども、動画の方でね、こういう、なんか環境保護のイベントがありますよ、みたいな感じの告知をしていくかもしれません。もしね、その動画が出ましたら、ぜひとも見て拡散協力していただけると嬉しいです。まあ、お仕事といってもボランティアなんですけどね。お、このフロアにオレンの実を届けられるビリリ玉が待っているぞ。よいしょ。ナイス。じゃあまずビリリ玉にオレンの実を届けていきましょう。オレンの実を渡す。ビリリ玉はオレンの実を嬉しそうに受け取った。依頼達成。どうもありがとう。さあ、ビリリ玉がいなくなって、救助を進めていきましょう。鳴き声やめて。泥かけ。オッケー。引っかかれた。さあ、泥かけ。泥爆弾か？泥かけか。オッケー。さあ、進めていきましょう。不思議な床で、とりあえず俺だけでもいいから回復しといて、結構ね、木の実があるっぽい。木の実というか道具が落ちてるっぽいので、それを集めながら行きましょう。お、PP リカバーにお金をゲットして、他にもあるんだよな。お金があった。いいね。どうで、ゴローンの石とオレンの実。オッケーオッケー。さあ、階段に向かっていきましょう。オート機能がすごい便利。マジで。さあ、先へ進みます。さあ、3階へやってまいりました。今度はポチエナがいるので、ポチエナ助けに行こうかな。さあ、ポチエナちゃん、ヤッホー。依頼で探していたポチエナを発見したと。依頼達成。結構サクサク進められますね。ありがとう。後でペイパー連絡所まで来てくださいね。さあ、ポチエナバイバイ。依頼残ってるので、まだまだ探索を続けましょう。まずお金を集めつつ、で、道具がね、まだあちこちに散らばってるっぽいので、その道具を見つけながら行きたいけど、エレキッド！やばい！めっちゃ外す！めっちゃ攻撃外す！オッケー。電気タイプのポケモンに、ちょっと体力削られるのはしんどいな。あ、でも体力って回復するんですね。もしかしてお腹がいっぱいだと、お腹の中身を消化して、体力回復させてんのかな？なんかそんな気がするね。さあ、階段がありますので、階段で行きましょう。先へ進みましょう。さあ、4階へやってきました。さあ、今回はたまたまがいるので、たまたま助けに行きましょう。ついでにお金を集めつつね。リンゴとお金を手に入れた上で、たまたま。依頼達成。ありがとう。後でペレパー連絡所まで来てくださいね。さあ、救助隊バッジをかざしたことで、この子たちもバイバイと。で、俺たちも帰ろっか。帰ります。という感じで、本日はね、たくさんの依頼を達成していく回となりました。まあ、最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。まあ、こんな感じでね、ぼちぼちと、俺はね、いろんな人たちの依頼を達成させていく、最強の救助隊目指していきますので、まあ、これからも応援よろしくお願いします。スタミナリボンって何なんだろう。キトシさん。まあ、こんな感じでね、いい感じじゃないんじゃないかな。今日は頑張ったな。ひとまず帰って休もうぜ。じゃあメインクエストをね、進める前にぼちぼちとサブクエを進めていきたいかなって思います。メインクエスト進めない限りは夢も見ないっぽいので、しばらくサブクエでレベル上げつつ、依頼こなしていきます。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。